未来の人造人間ってなんで残虐になったの？なんで未来の人造人間はこんなに残虐なんだろう。元は不良少年らしいし、タガが外れたらこうなるんじゃ。こっちの世界の人造人間って期待してた頃もかなり穏やかに人間ぽかったし、なんか全然違うよね。悟空以外に特に敵いなかったし。それもあくまで作られた理由とゲームの延長みたいな目的で執着なかったしね。チンピラが宇宙最強になった末路。無秩序なクソガキが力を持つとこうなる。名前は19号と20号だったはずなのに。フリーザより強いチンピラ。あられちゃんがいれば、16号のおかげって公式でなかったっけ？現代でもダサい服盗んだり警察殺したりしてたしね。ボリは死んではいないし、車壊して事故らせただけ。現代はゲロとトラックのうんちゃんくらいしか死んでないよ。しかもトラックのうんちゃんは殺したのベジータだし。本編時空の方は調整が終わってないけど、ピンチだから仕方なく解放したとかじゃなかったっけ？それが終わってたら性格も変わってたんじゃないかな。洗脳未完了ってのはありそうだよね。どうしても言うこと聞かないから、スペック落として残虐性を弱い者に向けるように調整してコントロールしやすくしたとかならギリギリ辻つまうかな。未来世界はドラゴンボールじゃなくても面白そう。主人公のレベルで敵の強さが変わるタイプのゲーム。17号がレンジャーやってたのは16号に影響を受けたからって、設定が公式だったか二次創作だったか思い出している。人造人間編はドラゴンボールじゃなく別の世界観で見てみたいかも。普通の漫画だとでもこいつらこんなんだしな、許されるのはなーってなるんだけど、ドラゴンボールだと割とどうでもいい。まあ実際に無差別虐殺してた未来の方はきっちり始末したし。原作のドラゴンボールで仲間になるキャラで取り返しのつかない悪霊働いたのベジータとブーくらいだからな。そのベジータも2回死んだ上で悟空と合体してようやく正式に仲間化した感じだし。ドラゴンボールがあるからな。あと死んでもあの世でみんな割と楽しそうに生きてるからな。強さも桁違いに変わってるのと、人間に対する残虐性が薄い興味がなさそうなのはどういう相関があったんだろう。多分トランクスが出しゃばったのが原因だよね。予定より早く棚卸ししたからじゃね。未来でこうだった奴が現代ではなんで許されんの？よりも未来のこいつらは確かにクソだけど、現代ではいい奴らなんだから何も殺さなくてもと思ってしまう。殺されて当然なんだけどね。何のために滅してるんだっけ？特に理由はなくて戯れだと思う。アニメだと人間見てるとムカつくとか言ってたな。未来のこいつらは悪霊三昧だし殺されるのはわかるが、現代のこいつらは殺人とかしてないし懲らしめる程度でいいとは思う。まあ未来の前例があるから初め警戒するのは当然と思う。トランクスは余計に。ゲロの調整の結果だとすると、そんなに人間滅ぼしたかったんだろうか。どっちにしろゲロ殺されてるし、性格の調整噴せたクソ疑惑がある。世界征服はともかくそこまでやるつもりはなかったと思う。制御の効くエネルギー吸収式だと万全のスーパーサイヤ人は愚かピッコロにもぶちのめされる程度だし、技術の振れ幅が大きいな。ゲロも手をつけられないって説明やったろ。クリリンたちと会う前だと洋服屋で勝手に服を見繕い代金を支払わずにそのまま立ち去る。クリリンたちと出会った後は値段に舌打ちしながら最低限の買い物に止める。未来だとガタガタ震えてる店員の前で鼻歌混じりに品定めした後、店から出て後ろ手に店を爆砕。言うことを聞かなくて失敗好き。孫悟空を殺せってプログラム入れたのに、勝手に孫悟空が死んでバグで全人類を殺せになった。文明滅ぼしたら自分たちの衣食住も崩壊するのに、それでも破壊してるあたり擦り込みがひどい。とは式エネルギーだから飲食は必要ないだろう。強くなりすぎて最終的に人間狩りが一番の娯楽かもしれん。未来トランクスが現在いてフリーザ倒しちゃったから色々変わったんだっけな。もううろ覚えだ。人造人間って動物とか環境好きだからその辺かもしれない。ご飯もトランクスも同等以上の実力を持つ相手と戦い合うことでほぼ無制限に強くなれるサイヤ人の眷属だけど、未来世界ではその訓練の相手も時間も絶望的に足りなかった。そして仲間も。改めて原作初登場時のトランクスの心情考えると、何か色々グッとくるものあるな。期
きつい話ではあるけど絶望の未来の話は短編として傑作だと思う。特にアニメ版だとご飯が赤腕になるまでの経緯まで書かれててさらにきつい。子供の頃ドラゴンボールらしからぬ暗い話で戸惑った。もともとはこっちが本来の姿っていうかでも未来が分岐しただけでなく因果率レベルで変わってる気がする。思ったより壊しすぎちゃった上に自分より強い奴がいないからやめるに止められなくなった説。まあ無難な理由としては、やっぱゲロの再調整前と後の違いなんじゃないかね。根っこに人間っぽいところが残ってる現代状態と、人格のベースはそのままだけど根っこがゲロの思い描く人造人間になった未来状態みたいな。あとはまあ、悟空が心臓病で死んじゃって目的喪失して、殺戮に楽しみを見出してしまったか。ゲロは、言うこと聞くように人格自体を改造してたみたいだから恨んでたってのもそこだと思う。人悟空とか敵を殺すことを厭わないようにしたら、殺人マシーンになっちゃったんだろう。人造人間の次どこ行く？副解体みたいな野生味のない会話がなんか好き。三人の旅の描写もっと見たかったな。この人造人間たちもそうだけど、BB って三人での会話が軽快で楽しい感じがする。悟空、ブルマ、ウーロンとか悟空、クリリン、亀仙人とかご飯、クリリン、ブルマとかいろいろ。機械とか世界観がいいからワクワクするんだよね。チャオズ悟空との会話？僕も混ぜてよ。天津飯チャオズは俺が置いてきた。天津飯チャオズはバラバラになったけど直してもらった悟空すげえよかったなチャオズへ。唯一の会話。人造人間をもうちょい引き伸ばして、3人が1ヶ月ぐらい旅していたとかにしてくれればその間にこういう事件があったとかスピンオフのネタになったかも。絶望への反抗は救いがなさすぎてえぐい。けどたまに見たくなる。漫画だと違うとかどっかで見た気がするけどご飯がやられて雨の中泣き殻のそばでトランクスが覚醒するの好き。漫画だったらトランクス最初からスーパーサイヤ人慣れてたな。あれはアニメ版がいい改編だったわ。エンディングの曲が爽やかでいいよね。ブルマが戦える強さとは別にたくましくなってるというか安心感あるのが好きなんだよな。トランクスの帰るべき場所としての役割がすごく綺麗に機能してる。父の肩はガチで老け込んでる感あったから余計にブルマのたくましさが目立つ。あとざっくりとした見立てだろうし諌める意味もあろうが。まだそんなに強くなれてない。ってトランクスに言い切るあたりはなんだかんだでみんなの近いところにいた感がある。未来ブルマが言ったどんなにとんでもないことが起きても必ずなんとかしてくれそうな、そんな不思議な気持ちにさせてくれる人なのってセリフがドラゴンボールで一番好きだわ。未来ブルマの悟空への揺るぎない信頼感いいよね。未来トランクスの世界が静止だという事実。